こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオはアートにコンセプトとか伝えることとかっていうのが必要かということと、作品の説明はしなければならないのかということについてお話をしたいと思います。まあ、コンセプトだとか伝えたいこととかそういったことがなければならないかということなんですけど、私はコンセプトっていうのは誰もが最初から持っているものだと思います。そして伝えることっていうのは、伝えたいとか思ってなくても見る人に何かが伝わるので、それも最初から持っているものだと思います。で、説明する必要があるかっていうと、できるんだったらした方がいいんじゃないかと思います。でもする必要もないと思います。なぜこの話をしようと思ったかというと、私はレックスでものを考えるのが苦手で、コンセプトだとかなんだとかっていうのよく分からなくて、あとは説明するっていうの話が下手だったので、作品の説明するっていうのもとても苦手なんだけど、学校とかでは説明しなければならないみたいな感じで、そうなのかそうなのかって葛藤っていうか、そういうのがあった時期があったので、この話をしてみようかなと思いました。まず伝えることっていうことについてお話ししたいと思うんですが、何でもいいと思うんですよ。まあ物質的なこと、形とか質感とか、風景画だったらその夕日の美しさ、夕日に感動したとかっていうのもそうだし、伝えたくなくてもそれが伝えたいってことだと思うんですけどね。人物画だったら、例えば寝れるの美しさを表現して絵を描きたいとか、車とかはボンネットの艶を表現したいとか、心理的なこととか怒りとか悲しみとか不安とか楽しみとか喜びとか、政治的なこと、例えば平和のこととか民族的なこととか、まあ、文化とかアイデンティティとか、そんなことでもいいし、社会的なことだったり人種差別とか環境問題とか、伝えたいことっていうのは伝えようとか思わなくても、自分がこういうふうに表現したいっていうのが伝えたいことという意味だと思います。私はいろんなテーマを考えて、そのコンセプトを持ってなんか説明したりするんですけど、伝わらない人にはどんなに分かりやすく一生懸命説明しても伝わらないんですよね。なんかびっくりするほど伝わらないんですよ。絵画みたいな美術もそうだし、音楽とか文学とか、まあ、芸術に限らず日常の会話でも伝わらない人には伝わらないじゃないですか。伝わる人っていうのは初めから同じ思考とか意見を持ってて、それに共感してくれるって感じだったりとか、全然違う思考だったりしてもすごい理解力のある人だったり、理解しようとしてくれるとか、そういう感じの人だったら分かってくれる時もありますね。でも趣向とか意見が全然違う人で、それを堅くなにこれだけが正しいとか思ってる人だとか、あとはもうすごい興味ないし、ちょっと考える範疇にもないとかって感じだったら、ひょっとすると全然分かってくれない場合もありますね。もしくは伝えたいことがあるのに全然違うところに反応して、え、そこなのって感じの人もいますし、それだけで終わらず、全然重要じゃないところに対してすごい指摘してきたりする場合もあって、面倒くさいですね。全ての人に愛されて共感していただくっていうことは不可能だと思っているので、もう別にそれはそれでいいって割り切っています。反対に思いがけないことを言って喜んでいただく時もあるので、まあ理解されないということは悪いことばっかりじゃないと思います。伝えようと思わなくてもものすごい感動することもあって、例えばスポーツの試合を見たり、そのチームの練習風景とかを見てすごいなんか感動して、元気をもらった、勇気をもらった、自分も頑張ろうみたいな気持ちになったら、なんか伝わったってことなんですよ。スポーツやってる人たちは多分自分のことをやってるだけかもしれないし、でもなんか伝わって、そういうふうにすごい力をもらったとかなればいいと思うんですよ。絵画とか音楽とか映画とか何でも同じだと思うんですよね。何が言いたいかっていうと、これが伝えたいんだってこうなっちゃうのはもったいないなって思います。あと説明した方がいいとか悪いとかってことなんですけど、個人的な意見は、説明したければしたらいいし、しなければしないでいいと思うんですよ。説明しなくてもいい作品というのはたくさんあると思うんで、説明を無理にする必要はないと思います。
でもよくあることなんですけど、別の作家さんの作品見て作家さんから説明をしてもらうと、その作品がより面白かった、興味深かったり素晴らしく見えてくる時があるんですよね。もしくはもう全然なんかいいと思わなかった作品も説明聞いたことによって良さが分かってきて、見る観点が変わってなんか素晴らしく見えてきちゃったり、最初から素晴らしい作品なんですけどそれに気づかなかったのにそれに気づいたっていうことですね。なので私も一人でも多くの方に私の作品を楽しんでいただきたいので、説明頑張ってするようにしています。私自身昔はコンセプトなんて持ってないんだと思ってたんですね。理屈が苦手で感覚的で、絵を描く人に多いかもしれないけど、私は言葉の代わりになんか絵が出てきちゃうんですよ。とにかく無意識だったものの存在に気づくために自分と向き合ってみました。でそれをなんとか言葉にしてみました。そうしてみるとなんか結構自分でもびっくりするほど言葉がたくさん出てきたんですよね。まあ20年ぐらい前からそういう風に始めたんですけど、理屈で考えるっていうのはもう慣れてなかったんで、長年ちょっとスランプとかになっちゃって、もう理屈で考えるのをやめたらちょっとスランプが治ったなんて時期もありました。もうすごい遠回りの連続なんですけど、今ではそういう理屈とかで考えて言葉にすることをやってよかったなと思っています。今後の目標は全ての私の作品についてちょっとした説明ができるようになりたいなと思っています。話もすごい苦手なんですけど、それなりに頑張ってみようと思っています。今日お話ししたかったことのまとめですね、3つあるんですけど、1つ目がコンセプトなどは説明した方が良い、伝わる人には伝わりますということと、2つ目はもし誤解で喜んでもらってもそれはそれで OK ってことですね。伝えようとしたことが伝わらなくてもそれも OK、 それもつきものですということですね、というお話でした。でこのビデオの内容も伝わる人には伝わるし、伝わらない人には伝わらないと思っています。もし伝わったらグッドボタンの方よろしくお願いいたします。というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。